皆さん、明けましておめでとうございます。岸谷香織です。2022年、今年もいい年になりますように、そしてライブがいっぱいできますように、そして皆さんにとってもいい年になりますように、いろいろ願いを込めて、どうぞ今年も1年よろしくお願いいたします。さて、今年早速ライブが決まっています。2022年2月の13日は感謝祭ね、もう毎年恒例となりつつありますこの感謝祭ですが、今年は初めて、男性ゲストです。もう発表になってはいますけれども、かなめさん、スターダストデビューの根本かなめさんと、セカトライセラトップスの和田翔くんお迎えして、もうね、何やろうかな、どうしようかなって、もう年始から私も本当 CD とか聴きながらもうそわそわしていますけれども、とにかく楽しいこと、ここならではのコラボを、考えています。どうぞ皆さん楽しみにしていてください。そして、もう一つビッグニュースはバンドツアーが決定いたしました。これはもう毎年やっている、去年一昨年はねできませんでしたから、リベンジのリベンジって感じですけど、55th でいいのか、55歳ですからね、55th シャウト、ガールズと4人で回ります。日程は5月の21日土曜日が名古屋ボトムライン、5月22日日曜日が大阪ビッグキャット、それから5月の28日土曜日が仙台連鎖、5月の29日日曜日が東京はインエックスシアター六本木、そして6月4日土曜日が沖縄のライブハウスモッツということになっています。ぜひ皆さんね、沖縄も季節がねきっといいでしょうね、楽しいと思うので、ぜひバンドツアー久々にねドカーンとやりたいと思いますので、久しぶりにロックな気持ちになりたい方はぜひいらしてください。今年本当にその後もですね、じゃんじゃんライブツアーやっていきたいと思います。どうぞ皆さんもまだまだねいろんなことに気をつけながらではありますけれども、思う存分今年はライブが楽しめたらなと思います。では今年もどうぞよろしくお願いいたします。岸谷香織でした。